ネジメントの成功失敗を毎月全事業部のマネージャーから集めて、それを全マネージャーで共有するっていう、採用は全マネージャーの重要な業務。誰が言ったかより何を言ったかの方が重要だよねっていうのは創業当時からの DNA で。創業したとし、フィードバックっていうことをものすごい重要視している。つまり役員会でない議論された内容が3営業日目には全社員に届いている。意思決定のスピードっていうことに対してかなりチャレンジしていこうということでいろいろ動いております。マネジメントの基本としては、信用と信頼っていうものが会社の中にどれぐらいあるかっていうことが勝負の分かれ目。